こんにちは、淡井圭介です。本日2024年3月13日、11時4分、佳子さまへのメッセージなんですけども、まあこの間までアップロードした動画の内容で、その余計な公務が多いっていうところだから、僕が例えばね、プログラミングの関係で、何かこう発言しに行かれたりだとか、その辺のところも思い出してみると、安倍政権の頃に新聞の記事とかで、日本にはプログラマーの数が少ないだとか、インドと比べてとか何かそういうふうなことが載ってたんですけども、結局そこから僕は日本もそういうふうな人たちを増やさなければならないっていうようなことを言っていて、で、そういうご公務をされたんだと思います。で、あとは僕のね、ひがみみたいなところで、そういう時間があるんだったら来てくれたらいいのにと、そういう公務ほったらかしにして、それは、仕事的なところというか、人類全体のエネルギーの残存量問題とか、その辺のところを盾に使ってもらったら来やすいんじゃないかなって思います。その河川、水門、海式ダム発電、地下水道、トンネル発電、あとは蒲田発電とかもそうですけども、もっと本音を言うと、佳子さまと一緒にいたい、一緒にお話ししたい、そういうふうなことですね。で、今日の朝、その佳子さまの画像をこう見ていて、それについてこう何か意見とか言ってみようかなと思います。一般的に閲覧できるものですので、公開しても問題ないかと思うんですけども、例えばね、このお洋服の時、気づきました。そのボタンのところが、金色のものを使用していると。ボタンの数を数えました。5つも押してあると。明日ホワイトデーで、今日とか明日会えるのかな、どうかなとか、そういうふうにね、僕は思いながら、生活しています。いろいろ、ストレス溜まることも多いんですけども、いろいろアップロードしてる内容を見てもらったら、わかるかと思います。絡んでくる人たちとかね、ちょっと尋常じゃない数と、それと昨日気づきました。昨日の晩、報道ステーションの時間帯に安藤桃というアナウンサーが会いますって言ってる映像が流れたんです。で、報道ステーションがほぼ丸ごと以前の放送の内容のままで、関西の、朝日放送のヒロドというアナウンサーが多分合成グラフィックでスポーツの場面のところ出ていて喋ってるんじゃないかと。で、もしくは生放送っていうのが画面に出てないから、あらかじめ撮影した内容を撮影して、昨日の晩、絡みに来ているのか。会いますって言った後、男2人と女3人、どこの誰かわからないですけど、多分テレビ局関係者だと思いますよ。付き合っとんだとか、なんかそういうふうな、からかうようなことを、言ってきて、それは撮影して、昨日の晩ある程度、動画のつなぎ合わせエクスポートはできてるんですけども、昔から何回も絡んできてる連中だから、この辺のものかもしれない。で、その次に、安藤桃、髪の毛の色は、赤色に近い色。そのさつまいもみたいな色ですね。そういうふうな髪の毛の色に、染めてるものが多分安藤桃ですね。で、その周りに顔が綺麗になってる、男さんに、安藤桃と思われる人間は顔がだいぶ潰れてる状態なんですけども、そいつらも昔から何回も喧嘩
見に来てますね。10回、20回じゃないですね。まあ、ちょっとネガティブな話してますから、ちょっと暗くなってしまったかもしれませんけども、基本的に今、その動画見てもらってる、その佳子様につながってるみたいな形の方が僕は望ましいと思っています。あとはまあこういうふうなお洋服とか、まあ上品で、まあ綺麗だなとか、まあ青色の、まあ緑色の洋服とかもありますけど、まあ昔もちょっとお話ししたかと思いますけれども、どちらかというとちょっと白い色が入っているような服の方がやっぱりこう綺麗に見えますね。お洋服の色が。こちらのお洋服も着られてるのは佳子様ですよね。ちょっとまあ画像がはっきり映らないところがちょっと残念なんですけども、まあ綺麗だなとか、まあこういう赤色の服とかだったらまあデザインが良くて、まあいいんじゃないかなと思ったりだとか、こういうふうなこう画像を見ながら、こう昔のそのまあ顔もその時その時で、まあ髪型も含めてなんですけども違うじゃないですか。だからまあその辺のところで、まあこういう、また指が当たった。こういうふうなね、写真があるんですけども、こういう髪型の時にも来られませんでしたっけ？何か見たことあるな、会ったことあるな、とは思うんですけども、そこそこ、まあ、予報通り過ぎてるだけかもしれませんけども、まあ、あとは、まあ、こういう、まあ、前髪のところは先ほどと同じ形なんですけども、こういうバージョンだとか、で、これね、画像を、こう、1週間に何回もこう見たりしていて、いろんなバージョンの髪型とか、そういうことであれば、そういう髪型っていうのは認識できるんですけども、髪型が変わっただけでね、佳子様っていうふうにまず思わない。例えば、その辺通り過ぎてる方法とかだったら、後頭部しか見えないじゃないですか。その時点で普通気がつくかって言ったら気がつかないんですよ。僕の後頭部を見て、まあ他の人とかもそうですけども、僕を連想されたりだとか、僕だという認識って持てます。まあ今髪型がだいぶ、髪の毛の、まあ髪の毛の長さが今だいぶ短くなってますけども、以前の時みたいに髪の毛伸ばしてる時とそうじゃない時ってやっぱりだいぶ違って見えるじゃないですか。だからまあ、じゃあ今さっきちょっと佳子様の声でやめてっていう心の声が聞こえてきたんですけども、まあ、僕としては佳子様は、髪の毛伸ばしてほしいです。まあ、この間アップロードした動画の内容でそう言ってると思うんですけども、コンピューターも未来のことを先読みしてやめてっていうことを言ってきたかもしれないんですけども、これ見破りで一応言っておきますね。その佳子様が、まあ僕はね、昨年12月29日の誕生日の時の着物を着てる動画に向かって好きですかって聞いた時に好きって言ってくれたことと、その初恋の人は淡井圭介っていうことで合ってますかっていうことと、それについて佳子さんはうなずいてくれていたと。まあそういうところから結婚してもらえるんじゃないかなっていう、まあそういうところからの先読みで、今何を先読みしたかって言ったら、以前
その結局今まで全部横通り過ぎて終わりだったじゃないですか。一応まあ僕が声かけて心の声の方でその私についてきてくださいはありましたけども、喋ったことがない。で、それは何十年も経過してるのかどうかな。この間のその27歳の頃の誕生日の髪の毛長かった頃で、青い、服装の、佳子さま、ちょっとね、その髪型とかも探してるんですけども、ちょっと今なかなか見当たらなくて、その湊川の、東山高校の近くで、すれ違ったか、まあ、もしくはそちらが声かけてくれたかもしれないんですけども、今何を先読みしてるかって言ったら、バレンタインデーの日が結局、その前後の日も含めてなんですけども、会うの失敗してるでしょ。で、その分、だから、3月14日も結局、そういうパターンに陥るなとか、そこで、その、どうこうみたいな形で、まあ、失敗するみたいな形にならないように見破りで見破っておこうかなというその前向きな発想に今チェンジしています。これは少し間があれば変えることができます。今なんか男性の声で心、こっちは、心苦しい側とか言って、まあ、僕の心が苦しくなってきたりしてるんですけども、それがこちらに来て。あとこちら、まあ、画像がはっきり見えたら分かると思うんですけども、こちらも佳子さまの画像なんですけども、まあ、顔もちょっと変わってるのかな、その、あと髪型のところで、まあ、見たことあるといえば、そういう、こういうふうな髪型でも見たことあるなとは思うんですけど、まあ、極端な例で言うと、まあ、こちらの、帽子をかぶってる映像なんですけども、まあ、こうなってくると、100%わかりません。本当に、帽子をかぶられるとちょっとわからないですね。あと、まあ、こういう髪型の時の佳子さまも見たことあるような気がするんですよ。だから、何か公務で遠方行かれるときに、まあ西日本の方に、まあそのついでで、まあ神戸を立ち寄るような形で会いに来られていたのかなとも思うし、まあいろんな動画とか画像を見て、まあこちらがそういうふうに思っているのかなとか思ったりもしますし、あとは、まあ他にも、こういうピンク色の、まあ、お上品なエレガントな服装。まあ、こちらも素敵だなと思いますね。まあ、あんまりね、その言葉の意味とか、その 素敵っていう言葉、本当に使っていいかな、どうかなって思う時あるんですよ。漢字の意味見たら、素の敵っていうことになるでしょう。いや、そうじゃなくて、味方っていう話で。まあ、そうそうそう、綺麗。そうそう、似合ってるとか、綺麗。まあ、そういうふうな言葉に置き換えておきますね。先ほどの言葉。その真面目な時って、その僕、まあ、砕けた言葉で言いますと、その僕似合ってるやんとか、普通にスッとこう出てくるじゃないですか。こう、綺麗な服装をしてる人見て、素敵って言わないでしょ、まず。ただもんね、似合ってるとか、綺麗、その美しいとか、そういう言葉の方が合ってる、そして間違ってないだと思うんですよ。一応言葉の方で私と淡井圭介と、その、佳子様と淡井圭介、秋篠宮佳子様と淡井圭介、お高い上下しておきますね。もしコンピューターさんとかの方で勘違いしてるんだったら、これはもう、その、一般的に公開されてる、画像なので、
別に公開しても全然問題ないですね。まあ、これ、こっちは、まあ、大学へ入学された時の写真だと思うんですけども、やっぱり可愛いですね。で、まあ、美しいと感じたりとか、まあ、優しそうだとか。やっぱり笑顔って大事だなって思いますね。今日も朝、掃除してからこの動画を撮影した方がいいかなとか、ちょっといろいろ考えたんですけども、その自分がそのすっとこう喋れるうちに、まあ、言っておいた方がいいかなと。あとはこちらの画像なんですけども、まあ、こんなにたくさん言って、またごめんなさいね、また勝手に置いて、まあ、こちらの画像なんですけども、まあ、真ん中の方の、まあ、眞子様と佳子様が写ってる、まあ、眞子ちゃん、佳子ちゃんが写ってる、この髪型とかなんですけども、こういう風な髪型で僕に会いに来たことがあったと思うんですよ。まあ、ここの有野第一タウンハイツか、もしくは、病院もありましたっけ？佳子様の病院にも会いに来られましたよね。違いましたっけ？その辺はちょっと、はっきりと僕の方では断定できないのと、あと、まあ、こういう髪型の時、例えば、隣にその大学院に入学された時の、写真がありますけども、やっぱりね、普通の人も、一般人の人も見てもらうと分かると思うんですけど、同一人物に見えます。急に目の前に現れた時に。こういう人って、こう、顔と髪型的に結構その辺にいそうじゃないですか。だからまずその、まあもちろん、女性のその好みとしてね、僕、髪の毛伸ばしていただいてる方が、まあ好きだっていうのはあるんですよ、もともと。で、そういう部分もあって髪の毛伸ばしてほしいなんですけども、あと、その、家の横通り過ぎたりとか、僕の横を通り過ぎたりとか、後ろから追いかけなきゃならないってなった時に、その、該当者、その、ここ、この首の後ろぐらいまでの長さの髪の毛の長さの女性って基本的にそういう長さの人が多いんですよ。そうだったら、毎日しょっちゅうその走り回らなきゃならなくなって、しょっちゅう聞かなきゃならなくなるじゃないですか。で、そうなった時に、それをね、本当に秋篠宮家の佳子様ですかってこう聞いた時に、いや、違いますよって、こう、返答された時、まあ、これ聞いたら、あ、違う人だってわかるじゃないですか。それはね、もう5回も続くと、もう走る気にもならなくなるんですよ。本当に。で、それは、相当、きつい。で、佳子様の、喜んでるような声で、来たっていう声が聞こえてるんですけども、もしかして、ちょっとその、今、こっちに、先ほどまで軽く呪いが来てたんです。それが、まあ、そちらに行ってませんですか。一応時刻もう一度言っておきますね。今日の日付の方の佳子様に行っているのか、それとも、その、未来の時間軸の、この動画を見てる時の佳子様に行っているのか、これしっかり検証した方がいいと思うんですよ。だから、まあ、今日も、布団の中で、ね、いて、その、まあ、起きてはいるんですけども、まあ、あれこれと考えていて、その時にやっぱりこう呪われたりとか、電波でこういろいろ言ってくる声に対して、あれこれやっぱり考えるんですよ。で、それについてこう呪いが来たりとかしてるんですね。で、まあその掃除してないぐらいで呪う人なんかまずいないから、コンピューターは。それは変なルール化しちゃダメ。で、それが何なのか僕もちょっとよくわからないんですけども、もしかしたら、その、まあちょっとこの話やめておきましょう。それを言ったからそうなるのかなとかも思ってしまいますし、どうしても。まあ違法行為だって思ってる人間いるんだとしたら、そこは違法行為じゃないですよ。僕と佳子様は面識があって、そういうふうに説明していいって、言ってくれてるっていうのがありますから、お互いの了解がね。で、まあそれからまあ、さっきのその5つ星の話、あれ、また、これね、ちゃんと触れてないのに、動画、
往復でしょ、先触れる前だったらあれ動いてるんですよ。だからちょっと変に稼働してるようなところが見受けられるんですけど、こちらのね、写真、真っ白な服で、多分僕が、以前言ってた、その白い服の、白箱が入ってるような服装の方がいいんじゃないかっていうところで、まあ、ボタンは5つ足のままで、黒い部分が、なくなって、まあ、そういう風になられたと。まあ、日々どうしても僕も絡まれたりとか、芸能界云々に対して、テレビ局に対してあれこれ思ってるところがあるので、まあ、聞こえ方によっては、佳子様に、まあ、佳子ちゃんに、きつい言い方してるように聞こえるかもしれませんけども、この間、昨日言ってたのも撮影して、坂グループとかとして、歌っていたのかどうかとか、だからその辺のところは、本当に教えてほしいし、アメリカの、例えば、ブリンケン国務長官、男性の方ですけども、あの人も、多分もともと芸能界の人だと思うんですよ。テレビでね、ニュースの合間に、こういうふうにして、真面目な顔の方で、僕も音楽業界にすごくたくさん関わってるから、いや、だからもともと音楽業界の人間でしたって言ってるのか、君の音楽は伝わっている方なのか、ちゃんと言葉で説明してもらった余計わからへんっていうこと。ちょっと面白い話入れときますね。それなかったらもう、カコさんも聞いていたよ。持たないでしょ、カコちゃんも。やっぱり二人でね、こういたときに、ほら、今別に顔、笑い話していても変わってないでしょ。だから、ちょっと待ってください。メガネがちょっと下がったのかな。目尻がちょっと下がったかな。目尻がちょっと下がってますね。もうちょっとこう、これぐらいかな。もともと。てか、ちょっとこう、下がってる。いや、だからまあまあ子供の意味通りではあるんですよね。あとまあこの間のベルのご公務の時の服装とかですね、こういう色、緑色も好きなんで、まあこの白身が入っ、まあ、白い色に近い緑色っていうのは、うん、すごく鮮やかに綺麗に見えますね。まあ、あと、こういう風な服装とかも、まあ、エレガントであったり、まあ、ファッションセンスが良いと言った方がいいんですかね。どう思います？おしゃれっていう言葉。パソコン打ち込んだらわかると思うんですけど、酒を知るって出てくるんですよ。だから、おしゃれの意味って本当にいいのかなって思うんですけども、いや、だから、酒、アルコール類よりも、綺麗な服装をした方がっていう意味なのか、よくわかんないでしょ、漢字の意味をたどると。ちょっと僕もね、どういう言葉をセレクトしたらいいのかなっていうところで、まあ、いろいろと悩んだりもするんですけど。この黄色いハンカチを、振り回してる、まあ、写真、まあ動画でも見ましたけども、まあこれが黄色い声援なのか、スポーの方はちょっと言わないようにしておきます。まあそういうこと、ただ2年前だったと思います。去年も振り回してましたっけ、どうでしたっけ。それともテレビ局が2年前の時の映像を出してきました。結構覚えてるでしょ、僕。だから、佳子様との結婚をやっぱり、今信じてるから、そういうところを大事にして、で、まあ、しっかりと覚えておかな、何かこう、話したりするとき、あの時こうだったよね、ああだったよね、とか、まあ、そういう話をこう、すんなりできるように。
覚えてますかね。一応、まあ、中継でも見ましたけども、まあ、フミト様が皇太子殿下に就任されたりした時だったと思うんですけども、十二単ですかね。十二単っていう言い方でいいんですかね。まあ、この髪型は全くどこの誰かわからなくなります、本当に。まあ、皇居で行われてるから、いや、だから後ろにもこう、文人様はいらっしゃって、紀子様はいらっしゃって、眞子様、佳子様ですね、こちらの。もうちょっとね、オレンジ色とかみたいなついつい、こう、スーポーの方の方が言いたくなって、その黄色いハンカチを読んだとか。まあね、基本的に、まあ、ホワイトタイガーとかありますけども、基本的に っていう、いや、ちゃんと、そういう意味で、服装のこと好きとか嫌いとか言ってるんじゃないですよ、本当に。そこはこう、つながってしまって、今さっき、オレンジ色を見た瞬間。いや、やっぱりちゃんとさっき言った通り、こういうふうな服装が、綺麗とか、エレガントとか、上品とか、まあ、美しく見える、まあ、佳子さま綺麗だなとか、今頭の中で素敵って考えただけです。乗る気だから。わかんない。もうコンピューターが AI だからこうなるのか、さっき僕はそう言ったからね、そういうふうに発動してるのか。これがね、ちょっと気になるんですけども、この頭のかぶられてる帽子、海外で司法修習生の道を目指されてました。今、男性の声でうんとか言われたら余計わかんないんですよ、本人の声じゃなかったら。男性のご老人の方の声でうんっていう声が聞こえてきたから。この辺のところの髪型の時と、あとお顔のバージョンって言ったらいいんですかね。まあ、こういうのも何回か見かけたことあるなとは思うんですよ。僕のその身近なところで。あとは、こういう髪型の、あ、こういう髪型の時ですね。いや、だからね、これ、結構ね、髪型のバリエーションが豊富だと、まあ、わかりづらい。まあ、綺麗かで言うと、佳子様自身がね、綺麗に見えます。あと、可愛いだとか。で、片やこちらの方が、まあ、わかんないですよ。こう、細め、こう、見てるときに目を細めていて、自然と、そういうふうに目がこうなってるのか、多分こちらの方が目が大きくなってると思うんですよ。いや、こういう顔のときが一番いい状態のときだと思うんですけども、顔の状態が。だからね、これなかなか、それプラスマスクは、多分考えすぎだと思うんですよ、本当に。そこまでしなくても、ほとんどの人間分からないと思いますよ。だから愛子さまも、エコールリラで僕の隣を歩いていかれたことが、隣に髪の毛染めてる老婆の人と歩いて、まあ、通りず、ちょっとね、これ。ごめんなさい、話急にそれで。フミート様、白髪になってますけど、ここまでじゃないでしょう。わかんない。これ、その画像最後の方に、ああいう写真持ってきてる時点で、最後シーっていう佳子様の声が聞こえてきてますけど、こうちゃんと言ってくれますね。一応まあ、笑い話なのか、それかもしくは、髪の毛黒色のままだったら、道で絡まれるうんぬんとかの方なのか、そういうことなのか、
いや、わかんないですそのなぜあんな画像になってるのか。で、多分それ別に自分たちで加工してるわけじゃないでしょう。まあそう、ホワイトデーも近いし、まあ何かこう加工様に、まあ加工ちゃんに、うん、まあメッセージを送って、まあここは踏ん張りどころだから、まあ愛してますということは、お伝えしておきます。あとは、うん、もちろん大好きですし、会いたいと、まあこういうことですね。その瞬間涙目になりましたので、会いたいって言った時に。ルールがね、今どうなってるのかっていうところもちょっと考えてるんですよ。で、状況的にどうなのかっていうところ。今ちょっと胸の中、違うことを考えたときに、まあ、胸の中が苦しくなったりしたんですけども、まあ、この間の動画で、加護様が覚えておかなければならないことっていう、まあ、僕のホームページ、淡井圭介の履歴から閲覧できる。もしくは、一応、Google の、こういうふうな上の欄のところからでも、入力してもらったら出てくると思うんですけども、まあ、加護様が覚えておかなければならないことっていうところで、法律ね、いろいろ出せる内容、まあ、昨日撮影してアップロードしてたんですけども、まあ、そこでね、まあ、刑法の175条で、その、わいせつな、その文書とか画像とか、そういったものを分布させてはならないと、だとか、そういったものがあるじゃないですか。だから、その、言葉でもね、そういうふうな表現っていうのは僕はできませんし、その、会ってから、まあ、その、恋人関係云々とかね、まあ、そういう、まあ、そういう気持ちはあるっていうことを、これはもう遠回しで、まあ、伝えておきます。一応そういうふうな部分とかがなかったら、やっぱりその、そういう部分まで含めてどう見てるんだろうっていうところでね、はっきりさせておきたいなと思います。で、まあ、佳子さま、ちゃんとね、そういうふうに私のことを見てくれていいっていうことは言ってくれてますんで、まあ、まあその辺のところ、コンピューターさんとかは、誤解がないように、まあ、そういうふうなこと、ところが原因で、会えなくされたりとか、何かそういうふうなところからの行動によって、いや気持ちが盛り上がったら、うんうんとか、やっぱりありますから、僕も男性ですし、加護さんも女性だから、そういう部分あると思うんですけども、だからまあ、そういうふうなことが原因で、その日会える会えないっていうのを決めるっていうのは、もうものすごくもごいことですね。だからそれこそ人権に反する。その二人の人生が、潰されることにもなりますし、まあ昨日の報道ステーションもびっくりでしたね。そのニュースが丸ごと以前の放送そのまま放送して、で安藤萌と思われる人間が男3人連れ絡みに来てるんですけど、もともとそれ何回もしてるから、今までの報道ステーションでニュース丸ごと放送してそういうふうな行為をしに来ていたことが今まで何回あったんだろうって。で、他の多分報道番組も同じようなことをしてたんでしょう。きっとそうですよ。だからまあ昨日なんかはすごく、まあたくさん絡まれたりとか、まあそういった内容とかを撮影して、まあちょっとアップロードしたりしてますけども、うん。さっきも今話していて、黒い服を着た男性がここの廊下歩いていたりとかね、それとは別に、帽子をかぶった人間がその横をまるで、まあ他の人間に見せかけて、まあ組んでるんでしょうね。だからそういうおかしなグループ化されてる連中とかも存在するから、まあ、
普通に多分僕の家来て、ここから「淡井さんいますか?」とかそういうふうに言ってもらった方が良かったりだとか、電話かけてもらって僕の方から、まあ、赤坂御所の方へ行ったりだとか、その方が安全なのは安全だと思いますよ、うん、僕としてもカボちゃんに何かあったらっていうのはそれはすごく嫌なことですし、だから僕は強制わいせつされてますから、だから世の中想像以上にめちゃくちゃだっていうことをしっかりと考えてもらって、だから会いに来るとき、まこちゃんと小室圭君と3人で来るとか、そのまあ、ふみと様とか、紀子様の場合は公務があったりされるでしょうから、まあ、わからないですけど、その、まこちゃんとか今、仕事をしているのかどうか。まあ、小室圭君に関しては、それはもう今、忙しくて、いろいろ勉強しなきゃならないことがいっぱいあって。だまあ、来るとしたら、ね、その息抜きぐらいの感覚で、まあ、3人で遊びに来たりだとか。残念ながら、その、ごめんなさいね、椅子、その、昔はちゃんと椅子4つあったんですよ。だけども、その、母親の介護の時にね、もう亡くなる寸前の時、もう、何もかもめげてしまって、もう結婚、自分はもう結婚できないんだとか、まあ、そういうふうな感覚になって、こんなに家、もう長年も誰も僕の家に来て話し合いをしてくれる人なんかいませんでしたから、友達、男性の昔の同級生の友達とかも含めてですよ。もうそれが20年以上続いてますから、以上、20年以上、本当に。だから20歳過ぎの頃ぐらいですね、その同性含め、同性のものを含めて僕の家の中に、その、まあ、あると言ったら、その精神病院入れられてた時のね、なんかこう、書類関係のことを書きに来た人。まあ一応その人は女性なんですけども、まあ既婚者の人ね、そんなことぐらいはあるんですけども、あとは生活保護の係の人がたまに自宅見に来るとか、そういうのはありますけども、だから基本的に、もうだから誰も来てくれないみたいな感覚になって、もう自分の人生はもうこれで終わったんだなみたいな感覚にその時はなっていて、だから椅子4つあったんですけども、掃除するとき邪魔だし、もう2つでいいやって思って、もし来てくれたとしてもっていう部分でね。まあ、もし、だからその椅子4つのうち2つ捨てたこととかもすごく後悔とかしたりすることはあるんですよね。まあ一応、まあまこちゃんも昔仲良くしてくれた方だし、ね、仲良くしていた方ですし、まあ小室圭君もそうですし、ただ3人で会いに来るっていうことは考えられますし、もしくは、かこちゃんとふみと様と、きこ様の3人というケースとか、まあ、そしたらちょうど椅子4つで、まあ一致するみたいな形。だから物を捨てるにしても、後でやっぱり後悔したりとかしますね。これがその僕の日々の現状ですね。もういろんなことで悩んでばっかり、本当に笑いながら言ってますけどね、今日の朝本当は泣きそう、本当に。いやだから一応心構えとしてね、その最悪な事態とかも想定しておかなかったら、それ聞いた時にね、せっかく来てくれた時に、その後何も話できなくなったりとか、それを聞いただけで投げ出してしまったりだとか、そういうふうな感情にいかないように、それであらかじめ聞いてたんですよ。その芸能界とかに、その坂グループとかに入ってね、その歌ったり踊ったりしてましたって、その、偽名を使ってとかね。で、それを聞いた時に、本当はそうでしたとか言われた時に、その気持ちが崩壊しないようにね、そのいろんな意味で、まあ、それはそれで、ちゃんと受け止めて、佳子様のことは佳子様が好きで、結婚したいっていう気持ちはしっかりと、持っておいて、
果をその人に絞ってですよ。で、だからそれをしてるのに、なぜ昨日晩安藤桃らしき人物が歩いていたのか。まあ、もう一度画像で確認はしてみますけども、夜ですからね、はっきりとは見えないんですよ。だからそれ見てもらったら、夜から見た時の視界の範囲内がどの程度かっていうのはよくわかると思います。まあ、最初の7分ちょっとは警察への通報で、そういうふうなものを撮影した後に通報してるんですけど、最初にあの通報の内容を聞いてもらって、後にもその通報の内容をつけておくようにしておくバージョンでアップロードしようと思ってるんですけども、まあ、その2回目絡んでこられた時とかもね、1回目もひどい、絡み方をされてるんですけども、後から来たその4人組、安藤桃と思われる人物、その者たちも、やたらと何度もこちらを嘲笑する笑い方をして、それももう今ね、何回もしてますからね、多分10は超えてるでしょうね。見たことある連中ばっかりだから。で、まあ、もしかしたら我が天が戦国富豪というゲーム内で、まあ、最初の5人組も、その後来た4人組もそうなんですけども、僕を目の敵にするような形でね、集団で喧嘩を打ってくるっていう、まあ、いじめをね、ずっといじめ、一回いじめのことをし始めて、そのいじめは、自分たちが相手をいじめていた悪いもの、悪い人であったっていうことをまず自分で認めなかったら、そのいじめの行動が抜け出せなくなるみたいですね。それのところで、まあ、昨日の男性3名と女性に関しては、ああ、心が弱いなと。あ、根性ないなと。だから一人で歩けって僕は言っていて、そいつらに向かって。で、自分の名前と住所の電話番号を明かしてみろと。で、親は議員かと。そういうこと言ってるんですよ。で、そいつら多分そんなことを絡んできた連中にね、特に大勢で、言う勇気なんかないと思いますよ、一人で。撮影しながら。その時点で、気迫とか根性の部分で、僕よりも下なんですよ。まあ、世界的にしてきた貢献とか実績とか、普通に働いた時の勤務実績もそうですけども、まず上回れる人間はこの世の中いません。それが事実です。それを全て足し算した場合、まあ、それが自分の人生のキャリアっていうことになるんですけども、収入っていう部分を一旦省いて考えると、僕を上回る人間なんてまずいません。これされるとね、こうやって財布を忘れんように入れると、だから、方針流とかで、こう、おびき出すためにそういう風にしてる可能性もあるから、夏場にね、一回、もうあの辺行ってるわけがないと思いますよ、犬の瞬間で。多分、それはね、今一瞬映ったばかりやから、かここの部屋のどっかの中に隠れ入ってるか、向こうのところから右側からどっか走っていってる。もう見ていてわかるでしょ、僕はどんな目に遭ってるかっていうこと。ずーっとこう、殴り殺しにするようなことをしてる。ね、もうこの辺なんか完全に地域崩壊してるから、本当に危険だから、もう来るんだったら複数で来た方がいい。ただ、その、真面目な状態で話できる人間とですよ。だから、そこは友達と来るんだったら、加古様が、エネルギーの残存量問題の話をしっかりと理解できてるのかなと。で、あの人と本当に話しなかったら、何も物事進まないだとか、そういうふうな形、そういうふうなことをしっかりと分かってる人。どう考えてもそうでしょ。今僕目の前廊下走っていった人間がいて、もうすぐに行動して出たから、
あの地点はないと思う。もうちょっともう嫌な気分にちょっと最後になってしまいましたけど、ちょっとまあお互い、まあカボちゃんが見てくれてることを願って、だから横通り過ぎたりするっていうことが、どれだけむごいことかっていうことを自分から声かけないで。で、動画でも、なんでしたっけ、なんでも店でしたっけ。そこで弁理士っていうその札がね、こう見えてたのは分かりました。確かにまあ、針に関しても、まあ、もしかしたら特許を出されてるところは出されてるんじゃないですか。で、それで弁理士っていうワードのところが、まあ、見えてたのは、見えていました。で、だからまあ、僕は発言してた内容に合わせて、そういうふうにしてくれているのかなとも思います。まあ一応、別に、昨日は、君はどう生きるのか、君はどう生きるのかっていう題名だったと思うんですけども、スタジオジブリの。まあ、そのジブリのスタッフの皆さんにメッセージを送って、で、まあ、スタジオの人たちがね、アカデミー賞をもらってる時は、もう大喜びしてるんです。で、その後、もう全員涙目になってる。で、誰かがこう、ぼそっとね、車を作らない方がいいっていうことを言っていて、あ、僕の言ってることを多分、さっき、放映して、理解できたんだろうなって。まあ、そういうアカデミー賞受賞の件に関しておめでとうございますと。まあ、それは、ハリウッドのその授賞式の、審査員の人たちへのありがとうございますっていう、その意味は、エネルギーの残存量問題をしっかりとハリウッドとしても軸に捉えていると。これをみんなで、解決していくしかないと。そうじゃなかったら人類滅びますと。そしてそれはもう、遠い話ではないと。もうここ危機まで来てしまってると。まあ、そういうふうな、まあ、メッセージとかを発信していて、アップロードしました。ホームページからはまだアクセスできるようにはしてないんですけども、まあ、この後、まあ、ちょっと家の中掃除したりしながら、そういった作業をしていこうかなと思っています。それではどうも、本日は長い間、聞いていただきありがとうございました。まあ、どれぐらいの時に聞いてくれてるかわからないですけども、まあ、佳子様と会えることを楽しみにして、佳子ちゃんと会えることを楽しみにして、いや、やっぱり、涙目の声に変わるっていうことは、会うのは困難なんでしょうね。もう自分の声がどうなるかで、か、もしくは僕のこの言葉を聞いてくれてる人の方が、僕以外の誰かかもしれない。佳子様以外の聞いてる人がね、本当は佳子様は絶対見るべき。その人か、もしくは佳子様がね、涙目に、まあ悲しくなってたり、そういうのが涙目になってたりとか、それが僕の方に来てるのかもしれないし、まあ、言葉の数だけ事情はありますから、本当は。一般人にも、まあ、逮捕捜査権はあるっていう言葉を言うことによって、いろいろ気づいたりだとか、自分でまあ調べるようになったりだとか、いろんなことを。だから偽名、誰が偽名を名乗ってるとか、違う名前でテレビに出てるだとか、そういったことを気づくようになって、ああ、よく考えていたのは昔から言われていたことだなって、僕は子供の頃から。偽名なんか使ってテレビに出たら絶対ダメだって。世の中も収拾つかなくなるって。まあ、あとは、久仁様にしっかりと、この間も、昨日も撮影して言いましたけども、絶対にテレビ出るときは偽名を使ってはダメだと。まあ、それに関しては以前返答はしてくれたと思うんですけどね、もうかなり前ですよ。海人様が中学生ぐらいの頃ですね。
フミト様じゃない、悠仁様、横にフミト様とかがいらっしゃって、以上です。本日は撮影一旦これ今回のメッセージはこれぐらいにしておいて、終わりたいと思います。かこちゃんと会えることを楽しみにして、お待ちしています。いや、まあなかなか楽しんでられるのは状況じゃないの方かもしれない、そっちの方がだいぶ一致するもん。さっきの昨日そのアップロードしてるね、その絡まれてる女のところの数の動画の数の内容を見ても分かりますよ。もうほとんどいいや、それだからここの住宅内に身勝手にコロ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 いろんな人間入り込んで、なんかもうものすごい大声で多分電波でいろいろ聞かされて攻撃されたりしてるんでしょうね。それで怒鳴ってる老人男性の声とか、もうめちゃくちゃ科学の分野をまずしっかりとコントロールすることですね。だからもともと電波で何か聞かせるっていうような手法さえなかったらよかったんですよ。そしたら多分ガコ様も普通に僕に電話かけてくれてると思います。で、一応これ懸念として言っておきますけども、僕の携帯番号に電話かけてみたことあります？その着信、自分の着信番号は、電話番号は絶対、非通知はダメですよ。それは僕は受けないことにしますから。ちゃんと着信通知が設定、ちゃんと正々堂々としてる人しか、受け付けないようにしています、僕の携帯電話。で、それでも電話つながらなかったことってあります。着信履歴では、その、心当たりはないんですよ、全然。もうどっからもそうなんですけどね。以上です。長い間ご清聴ありがとうございました。かこちゃん大好きです。